チェスタカです。今回なんですけども、鹿島戦の解説やっていきたいと思います。でまずね、この僕が着ている服なんですけれども、まあ、最近ね、生配信なんかでも着てるんだけど、このブランドですね、オンドってひらがなでオンドって書いてあるんですけど、ローマ字、英語に見えるけどオンドってひらがな。僕の友達がやっているアパレルなんですけど、 YouTube で着てって言っていただいたので、今日はこのシャツでお届けしたいと思います。そのうち多分ね、みんながこれを欲しいって言ってくれれば、僕に仕事が舞い込んでくるシステムになってるはずです。まあとりあえずね、昨日試合があって、まあ、翌日の撮影ということで、今僕の宮市選手のシャツは洗濯中なので、このシャツでお届けしたいと思います。でね、鹿島といえば、まあ、2位ということで、天王山1位と2位との対決だったので、まあ、ここで勝つか負けるか引き分けるかで、今後の J リーグの優勝争いに大きな影響を与える一戦だったんですけど、見事マリノスの勝利でした。2対0。でこの試合は本当にいろんな、まあ、この試合にはいろんな、ね、要素が含まれていて、もちろん試合を盛り上げるエンタメ的な要素もすごく多かったですし、あとはね、松田直樹さんの命日が近いということで、 OB による紅白戦が行われたり、マリノス君の500試合出場記念セレモニーがあったり、あとはね、代表行って右膝前十字靭帯断裂してしまった宮市選手のために、全員が17番のシャツを着て、胸にはね、亮、君はどんな時も一人じゃないっていうメッセージのあるシャツ着て入場して、で宮市選手の挨拶もあってっていう、すごくリーグ優勝だけではなく、すごくマリノスにとって意味のある試合、ここで勝つか負けるかでもう沈む可能性だってあるし、もちろん勢いをつけて優勝行く可能性だってあるしっていう、本当に重要な試合だったんですけれども、まあ、試合開始からね、鹿島は勢いよく入ってきて、で鹿島は前線からのプレスですね、マリノスのキーパー含めたディフェンスラインからのビルドアップに対して、前線からのプレス、前から潰しに来る、前から奪いに来る。で、マリノスはね、そこでじれることなくしっかりボールを動かし続ける、まあ、ピッチコンディションの影響もあってか多少のロストはあったんですけど、まあ、それでもつなぎ続ける、距離感コンパクトにし続ける、これにはすごく重要な意味があって、距離感コンパクトにしてつなぎ続けるってことは、まあ、鹿島はしっかり守備のスライドをね、こうしなきゃいけない、ボールがこっちに動いたら全員で動かなきゃいけない、逆行ったら全員で動かなきゃいけない、これをすることによって鹿島を疲れさせることができる。で相手を疲れさせるっていうことは、相手の距離感が伸びてくる、スライドを絞れないとか、前線にボール入ったらついていけないとか、距離感が悪くなっていく、まあ、この夏場距離感大事ですよっていう動画をね、2本ぐらい出したんですけど、マリノスも、まあ、横パスだけだともちろん前線のスライドがうまくついていけなくなって距離感悪くなる可能性あるんだけど、そこはね、しっかり縦パスを織り交ぜながら、ドリブルで運ぶことも織り交ぜながらやっていくことによって距離感を保ち続けることができると、時間を追うごとに後半なんかは顕著に現れたんですけど、鹿島は本当に間延び、選手個々が両サイド開ききるとか、もう全員が孤立する状態、そこにパスは通るんだけど、マリノスの方の距離感いいから、ファーストディフェンダーが行って、セカンドディフェンダーがすぐ奪いに来ると、2人で囲む、3人で囲むっていうことがすごくうまくいっていて、鹿島はね、やっぱそんな距離感悪いと、ボール受けました、サポートいないから、個で突破しなきゃいけない。で個で組織を崩すことってそう簡単じゃないので、もちろんね、メッシとかネイマールとかみたいに、ああいう異次元な宇宙人みたいな人は別にね、組織を個でめちゃくちゃに破壊してくるんだけど、まあそういう選手っていうのは本当に1チームに1人いるかいないか、マリノスでいうとエウベル選手なんかも J リーグ界ではそういう存在なのかもしれないんですけど、まあそれでもね、組織で止めれば止まると、だから距離感はすごく大事で、マリノスは90分通して距離感を保ち続けることができた、交代含め距離感を保ち続けることができたと、そこが勝敗を分けた大きなポイントかなと。であともう1個ね、マリノス代表に7人選出されました。で鹿島は0人で、これどういうことかっていうと、鹿島は J リーグ中断からこのマリノス戦まで、マリノス戦に向けた準備ができると、しっかり休みも取って体休めて、でまたコンディション上げてってマリノス対策して、ここに 100% をぶつけることができると、これももちろんメリットなんだけど、マリノスはじゃあ7人合宿行きました、その間7人は、ね、試合、国を背負っての戦いなんで、精神的にも疲れるし、体も疲れると、じゃあコンディション悪い状況で鹿島戦、臨まなきゃいけないんじゃないのって、この J リーグ、J1、1位、2位の大事な試合に疲労をためたままやらなきゃいけないのっていう考え方もあるんだけど、代表合宿行くと、やっぱどの選手もスケール大きくなって帰ってくるんですよね。もちろん
J リーグのトップ選手が集まるから刺激も受けるだろうし、あとはね、アジアとはいえ国際試合、まあ、日本はアジアの中ではね上位レベルなので、格下との対戦が主になってくるかもしれないけど、やっぱり J リーグでは体感できないプレッシャーだったり強さ、速さを感じることがあって、スケールアップして帰ってくる可能性が高いと。さらにこの E1 選手権でいうとマリノスの選手は結構主力として使ってもらって、で、いい連動、いい攻撃、いい守備を披露して優勝することができた。まあ見てた中では僕はね、もう岩田選手、藤田選手は、まあ、ちょっとこの中では別格だなと。で、小池龍太選手、西村選手、水沼選手もね、宮市選手も活躍したし、畑中選手もね、しっかり試合出て、まあいい状態だなって。でも畑中選手は多分疲労が溜まって安いタイプ、しっかり体を動かしたら休息の時間も必要なタイプで、これはまあ人としては普通のことで、岩田選手とか小池龍太選手、西村選手、この辺りは動き続けることでコンディション上がっていくっていう、ちょっとねスーパーサイヤ人タイプ、追い込まれれば追い込まれるほど強くなって帰るっていう、こういうタイプだったりするので、こうやって短期決戦で日本を背負って戦うっていうのはすごくメリットだったと。で、勢いを持って鹿島戦に入れた。やっぱり岩田選手とか西村選手ね、プレーのスピード、うまさ、速さがワンランクアップしたような印象を受けました。負けないっていうね、要所要所強さが出てくるっていう、こういうのがあって、やっぱこの代表合宿もすごく意味のあるものだったんじゃないかなと思います。でね、今思い出したけど、これ手に持ってるマリノスが毎試合発売しているマッチデークッション、これがね、今回マリノスくんだったんですよね。行きですよね、行き、マジで行きだと思う。で、とりあえずこれは置いといて、今回作戦ボードで解説したいのは1点目のシーン、エウベル選手のゴールシーンの解説をしたいんだけど、まずね、鹿島のキーパーコンスンテ選手がゴールキック蹴ります。これ多分ちょっとダフったと思うんですよね、芝の影響もあったかもしれないんだけど、それが岩田選手のところに行きます。で、岩田選手がこれをダイレクトでエウベル選手に預けると。今回ね、このマリノス系はエウベルです。で、ロペスがね、ロペス選手がマリノスくんですね。まあ、ここで預けて前向くんですが、で、相手ディフェンスが寄せてくる。じゃあ、空いたスペースここですね、って。で、これね、このスペースをどう使うかっていうことは、まあ、いろんな考え方があって、まあ、例えば一つのアイディアとしては、ロペス選手はもうここ一人だったんで、ゴール前に向かっていくと。ここのスペースは、エウベル選手に、突破してもらうスペースとして開けておくっていう考え方もあるし、あとはサポート落ちてきてここワンツーで抜けてもらう、こういうアイデアもあったと思います。とか、まあ、あと西村選手も来てたから、西村選手も使いながら崩していくと、まあ、3対3の状況を作れたので、まあそれも一つだったんだけど、ロペス選手の選択肢はね、ここに入っていくと。だから、普通に、エウベル選手はここにパスを出します。で、ロペス選手がここに出ていくと、次に空くスペースって、ここなんですよね。ここに一番近いのは西村選手なんだけど、じゃあ西村選手がここに入っていくとどうなるかなんだけど、おそらくこのマークが、ここね、しっかり対応できたような気がします。西村選手はここのマーク振り切れていなかったので、まあ、ここに入ってきても、ロペス選手のスペースを消してしまう、しかもゴール前に相手ディフェンダー連れてきちゃうっていう、あんま良くない状況生まれたかなと思います。で、西村選手はね、これこのまま走っていくんですよね。西村選手まっすぐ走ることによって、このディフェンスを引っ張り続けた。だからね、ここにスペースが生まれることになります。ロペス選手にボール出て、で、鹿島に変化がこう出てくると。だからここにね、スペース空く。本来であればこの選手ここ絞んなきゃいけない。巻き戻すと、エウベル選手がパス出しました、ロペス選手が受ける、鹿島のディフェンダー出てくる、ここスライドすれば、まあ、スペース消せますよね。エウベル選手がゴール決めたエリアを消すことができるんだが、この選手は西村選手に意識がいっていたので絞れなかった。だからここね、1対1で任せた状況になります。で、エウベル選手ね、次に空いたスペースに入ってくるとスピード上げて、で、ここね、1人ついてきたんだけど、ここ普通にスプリントで振り切るんですよね。パスが出てきて、相手キーパーの股を抜いて決めると。だからこれはやっぱり、まあ、巻き戻してもう一回見てみると、スペースをどう使っていくか、すごくサッカーにおいて大事なテーマで、スペースをどう作るか、どう使うかのところで、まあ、これは相手のミスからショートカウンターになったので、まずスペースがあった。
じゃあこのスペース誰がどう使う、どう生かすんだっていう時にロペス選手がね、まずアクションを起こすと。ロペス選手がアクションを起こしたことによってスペースが1個生まれてきた。じゃあこのスペース誰が使うの、西村選手、エウベル選手っていうところでエウベル選手が入ってくると。西村選手はまあこう開き続けることによってスペースを確保し続ける役割を果たし、エウベル選手がゴールを決めることができたと。でエウベル選手のシュートなんだけど、僕エウベル選手です、キーパーだと思ってください。あなたたちはまあロペス選手からこう左からボールが来て、エウベル選手ねインサイドでシュートを打つんですけど、エウベル選手からするとキーパーの位置はやや左寄りなので、コンスンテ選手の左手側が空いていたと。だからこっち側ですよね、エウベル選手からすると右側が空いていて、じゃあ右側足首開いて右側に流し込んだ方がシュート可能性高いんだが、キーパーの股がねすごく大きく空いてたので、エウベル選手足首しっかり固定して股を狙うと。結構ねこの判断って遊び心がないと難しくて、普通ね決定機しかもこの大一番チャンスだってなったら相手のところに流し込みたくなるんだけど、そこにキーパーの逆ついてしっかり足首固定、ハイライトで足首見てください。このスペースどう空いていくかっていう動きもハイライトで見てほしいんですけど、最後エウベル選手の足首の固定見てください。マジでたまたまじゃない、これは狙っていると。多分普通だったらこう打つんですよね、外に向かって、まあそこはピンポイント狙っていると。まあエウベル選手の遊び心、技術の高さが生んだゴールだったかなと思います。でゴール決めた後、エウベル選手ねこれですよ、これ宮市選手のゴールパフォーマンスをやるんですけど、ダゾーンではねカットされてて、僕は現地にいたので写真撮れたんですけど、よければねツイッターにちょっとボケてるけど写真あげたので見てみてください。ヒーローインタビューでも何だっけな、プレゼンチプラーミヤみたいな感じで、宮市のためにみたいな感じに言ってたので、まあなんかちょっといかつい雰囲気あるけど、すごくねチーム思いな選手で、本当マリノスに欠かせないアタッカーだなっていう風に思いました。はい、それではマリノス貯金やっていきたいと思います。今回は勝ち点3の3000円と無失点の1000円プラス2ゴール ×300円ということで4600円の貯金です。やばい、現金持ってくの忘れた。この動画終わったら貯金しておきます、新パターン。はい、それでは今回の動画はこれで以上になります。最後まで見てくれてありがとうございました。